地元のあることないことをご覧いただきありがとうございます。今回は2009年6月、横浜港の岸壁で遺体のようなものが流れているとの通報から、男性2人がバラバラにされた遺体が見つかった横浜港バラバラ殺人事件について見ていきたいと思います。池田博之は高校卒業後、造船所や自動車工場を転々とし、22歳では結婚もし子供もできましたが、数年後に離婚しました。その後は水道工事会社や先物取引会社などを経て、ホストクラブや出会い系サイト運営会社などの仕事に就くようになっていました。そして2004年頃からは暴力団の組員になったり、巨大詐欺グループの店舗に入社したこともありましたが、1年ほどで辞めることがほとんどでした。詐欺グループの仕事を辞めた後、池田は東京都内の岩盤浴店に店長として就職しました。池田はこの時期に有名詐欺集団キンググループの構成員だった近藤武雄と出会いました。池田はこのグループの一員となり、5歳年下の近藤の部下となり、近藤は数億円の資金を元手にベトナムなどから覚醒剤の密輸を行っており、池田もこの犯罪に加担していました。そして彼らが拠点として使っていたのが、近藤と石原隆一が経営する新宿歌舞伎町の雀荘萌えハウスでした。しかしこの店は2009年3月頃から世田谷区の水本大輔さんと大和市の会社員高倉純一さんに経営権を握られていました。石原は3月頃、知人の自称コンサルタント業岩井隆弘に相談を持ちかけると、水本さんら2人から店の出資金などを回収する強盗計画に発展していきました。5月下旬には池田は近藤から計画に加わるよう指示されるとともに、殺し屋の手配も頼まれ、池田は足立区の鉄筋工大井翔平に殺害後の死体遺棄を依頼しました。2009年6月18日、4人は東京都内で水本さんをレンタカーに乗せ、千葉県船橋市内のホテルに入り、翌19日には高倉さんがホテルに呼び出されました。そしてそこに池田と石原が加わり、凶行が始まり、彼らは高倉さんと水本さんの手足を縛って監禁し、水本さんの自宅などから現金約1340万円を奪いました。池田が近藤から依頼されたのは殺し屋の手配でしたが、池田は自ら殺害して力を誇示し、組織の信用を得ようとしました。池田は高倉さんの首をナイフで刺して殺害しましたが、水本さんの殺害には首を電動のこぎりで生きたまま切断するという身の毛もよだつやり方を敢行しました。二人は命乞いも無視され、家族に電話させてほしい、せめて先に殺してから首を切ってくださいと懇願するも聞き入れられませんでした。ホテル側にはドラマの撮影だから音が出ても気にしないでほしいと事前に話しており、ホテル関係者は数人で2部屋を泊まりで借りていった、見た目は普通の人たちだったと後に証言しています。2人の遺体をバラバラにした後、池田は共犯者に平然と人形みたいでしょと言ったそうです。遺体はスーツケースに入れて車で運び、翌日横浜市金沢区の海や山梨県鳴沢村の富士山5合目付近の山林に遺棄し、盗んだ現金は池田、石原、南部の3人に渡ったとされます。そして2009年6月24日午後2時20分頃、横浜市金沢区の岸壁で遺体のようなものが流れていると釣り人の男性から通報が入ります。見つかったのはバラバラにされた男性の遺体の一部で、死後数日から数週間が経っていると見られました。男性2人分の遺体であることは分かりましたが、身元を示すようなものがありませんでしたが、一人の手部分から検出された指紋が暴力団関係者と見られる人物と一致しました。その後身元が高倉さんと水本さんであることが判明し、二人には金銭や事業などに絡んだ複数のトラブルがあり、警察は雀荘をめぐるトラブルも把握していました。一方池田は別件で2009年7月20日に逮捕されており、殺した二人が夢に出てくると話し、
関与を認める上申書を書いて提出していました。こうして2009年10月15日、池田は死体遺棄容疑で再逮捕され、11月11日には水本さんから1340万円を奪った強盗殺人容疑でも再逮捕となっています。事件に関与した他のメンバーたちも順次逮捕となりましたが、指示役の近藤はタイに逃亡したため、2009年12月15日インターポールに国際指名手配されました。2010年11月1日の強殺事件における初公判で池田博史の被告は起訴内容を認めました。弁護側は最終弁論で、事件の悪質性よりも被告本人の事情を重視すべきと主張し、自首が事件の全容解明に寄与した。池田被告は罪に向き合って反省し、公判で態度が劇的に変わった。被告に人間性が残ると感じ、少しでもためらいを覚えるなら死刑にしてはいけないとして死刑回避を求めました。裁判長は命乞いを無視し、電動のこぎりや果物ナイフで首を切った殺害状況に関し、極めて猟奇性が高い、想像しうる殺害方法の中で最も残虐で苦痛は想像に絶する、家族に電話をという最後の望みを聞き入れなかったことは冷酷この上ないなどと非難しました。この事件は裁判員裁判で2件目の求刑死刑かつ初めての死刑判決で、裁判員裁判で初めての死刑確定となりました。池田被告は判決後の接見で控訴しない考えを接見で弁護団に伝えていたが、弁護団は控訴しました。しかし池田被告は2011年6月16日付で東京高裁への控訴を取り下げ、死刑が確定しました。